グッドドリームズは、勘地下による1990年代の日本におけるバンドブームを舞台にした日本の小説。2009年12月21日に、角川書店より刊行映画監督、岩井俊二公式ウェブ内のシナリオコーナー、シナドンに応募された小説であり、著者自らが脚本参加し、2005年に岩井俊二プロデュースで、 バンデージとして、ラジオドラマ化。2010年1月16日、赤西人、北野キー主演で、バンデージバンデージとして、映画公開された。空前のバンドブームが到来していた1990年代、前後。普通の女子高生、朝子は夏休み前、友達に連れて行ってもらったライブで、人気ロックバンド、ルーツに目覚める。ある日、朝子は、 友達のミ春と打ち上げ潜入に成功。それをきっかけに、ボーカルのタ也ヤと付き合うことに、憧れの人と付き合い、夢のような場所に足を踏み入れた朝子だが、時は、バンドブーム。朝子がそこで見たものは、タワーレコードのモバイルサイトにて小説を、2009年4月4日から9月3日までの期間限定で配信した、日本テレビのバラエティ番組、 ハッピーミックスとの連動企画。架空の OL 勇気が運営するブログ、ハッピーミックスで、彼女が読んでいる小説として、グッドドリームズが紹介された。なお、番組のレギュラーは、後に映画で、プロデュース、音楽、監督を務める小林武史である。映画化の連動企画の一つとも言える。プレイワークスプロジェクトラジオドラマ第8弾として、制作され、 FM ラジオ番組イエンタウン通信にて2005年2月2日から3月31日まで放送された第42回ギャラクシー賞奨励賞を受賞し2006年3月1日にはシーズオブムービーズバンデージのタイトルでエイベックスマーケティングより1万枚限定で CD が発売されたプレイワークスプロジェクト映画第1弾として映画 バンデージが2005年に企画された。ラジオドラマのシナリオを元にして、岩井俊二と勘地下による開口脚本が書かれた。北村隆平が監督を務め、主演に鳴宮博隆を起用するとして、映画企画が記者会見などで発表された。公開は2006年の予定であったが、その後制作は進まず、企画は白紙状態となった。 音楽プロデューサーの小林武の劇映画初、監督作品であり、音楽も、すべて手掛けている。脚本、プロデュースには、映画監督の岩井俊二が参加。撮影、クランクインは2008年11月上旬から12月上旬に都内を中心にしたライブ会場などで行われ、完成は2009年、公開は2010年1月16日。キャッチコピーは、 その悲しみも苦しみも届かなかった。きっと何年経っても変われないものがある。2009年11月21日に、発売のポストカード特典付けの全売券は初日、売上枚数が約7万枚となり、東方の実写映画史上最高記録となった。また2009年11月2日の試写会は1000、席数に対し約300倍の当選確率になる。 数万通もの応募が殺到した。全国214スクリーンで公開され、2010年1月16、17日初日2日間で、公衆1億3417万円、動員は10万4060人になり、映画観客動員ランキングで、初登場第4位となった。2010年1月19日には、東京、渋谷アックスで、ライブイベントが行われ、ボーカルが、 赤西人、ドラムが、金子信明、キーボードを、小林武史監督を務め全7曲を披露している。2800席数に対し当選倍率50倍という、大盛況であった。2010年7月23日に発売した、豪華版 DVD は、発売発集で3.7万枚を売り上げ、2010年8月2日付、オリコン週間 DVD ランキング及び、 DVD 映画ランキングで第1位を獲得した。2010年の邦画の首位は20世紀少年最終章僕らの旗以来5ヶ月ぶりとなり赤に詩人ソロとしての総合首位は初で勇敢クラブ DVD ボックスを上回る自己最高記録を更新している。時は1990年代普通の女子高生、朝子は ある日親の不祥事で高校を退学することとなった、クラスメートで親友のミハルから、ランズの CD をもらう。それをきっかけに、ランズにのめり込んだアサコは、ミハルと共に、初ライブを経験。その夜、二人は打ち上げ会場に忍び込みランズのメンバーと知り合う。ランズのボーカルナッツはアサコを気に、入り、スタジオに連れ込んだりするが、マネージャーのゆかりは、彼女の存在を許さない。 それを心配した夏は倒れたゆかりのもとに朝子を向かわせて二人を和解させる。朝子はランズのマネージャー代行を務めることとなり、高校卒業後正式にランズのスタッフとなる。その後夏が作った曲元気がヒット。一気にスターダムを駆け上がったかに見えたランズだが、これを機に崩壊していく。バンデージに関するカテゴリー。 バンデージバンデージに関するカテゴリー。ありがとうございます。